りのいろはにみーよー。皆さんこんばんは。日本の伝統音楽みーよー中心に、さまざまなジャンルからゲストをお招きし、いろはなお話と作品をお届けするミュージシャンとみーよー界の応援番組、いろはにみーよーの時間です。これから約1時間生放送でお送りしてまいります。パーソナリティのみーよー歌手麻生みどりです。そしてこの番組を一緒に盛り上げてくれるアシスタントは、はい、小山みつなです。よろしくお願いいたします。ね、みつなさん、はい、今日は十五夜ですよ。そうですね、ねえ、お団子食べたくなりますね。ねえ、つみ酒、はい、お酒か、みどりさんは。いや、私もお団子の方かな、どっちかといえばね。はい、今日は満月のパワーをいただいて、はい、楽しく元気にいきたいと思います。はい、さて、10月といえば何があるか知ってますか？10月といえば、うん、私の誕生日なんですよ。それは全く思いつかなかったな。じゃあ聞いてあげましょうか。いつですか？10月の9日になります。9日、まもなくですね。はい、東急の日ですね。東急109。はい、プレゼントは受け付けております。受け付けております。ここまで押し付け。ということで、はい、私とね、あの、同い年の今日はね、はい、ゲストをね、お招きしてるんですよ。盛り上がりそうですね。はい、いろんな活動でね、はい、エネルギッシュに活動されている民謡歌手のきつかおりさんを、はい、今日はゲストにお迎えしておりますので、はい、だいたい6時8分ぐらいですかね、出演予定になります。どうぞお楽しみに。はい、それからここではですね、いろはに民謡で、そうだそうだ、一つ紹介するの忘れてました。はい、法学会の情報専門誌、法学ジャーナルにこの番組取り上げていただきました。法学ジャーナル10月号に載ってます。いろはに民謡の宣伝をしてくださってます。はい、この雑誌ではいろんなね、あの、法学会で活躍する方の情報とか、いろんなことが、うん、載ってますので、勉強になる本なんですよ ね。定期購読もできますので、はい、ぜひこちらの方も見ていただければななんて思います。はい、はい、ということで、ここから、番組からのご案内をちょっとさせていただきたいと思います。はい、番組ではリスナーの皆様からのリクエストやメッセージを受け付けております。ゲストへの応援メッセージ、聞いてみたいことなどお寄せください。宛先はメールの場合は 789@kfm789.co.jp、789@kfm789.co.jp、ファックスの場合は 03-5670-5332、 03-5670-5332。 生放送中でも届いたメッセージは番組の中でできる限りご紹介させていただきたいと思います。どしどしお寄せください。お待ちしております。みつなの耳飾り。はい、やってまいりました。もうマスクがね、このままインフルエンザや風邪予防といった感じで手放さなくなりましたね。ほんとちょっとマスクですごくおしゃべりがしづらい状態で、聞きにくい状態かと思いますが、うん、お話しさせていただきます。はい、9月の19日津軽三味線全国大会が開催されました。そうですね、開催といってもね、はい、無観客 で、 そうなんですよね。しかもなんと会議室で審査員の皆さんをずらっと前に審査されたそうなんですよ。はいはい、すぐ目の前で弾かなきゃならなかったみたいで ね、 出演された方はもう心臓が飛び出るぐらいで、手は振る足は振るみたいになっちゃいますよ ね。間近で、ね、見ていただくなんてことないですもんね。うん、で、まあ、毎年やっている浅草公会堂での三味線大会、今年の優勝者は、はい、白藤ひかりさん、女性が優勝されました。はいはい、頑張ってらっしゃいますけど ね。白藤さんといえば、はい、津軽三味線デュオのキキ、はいはい、輝く&輝くっていうね、はい、キキっていうね、ご活動で、とても活躍されてるんですけれども、はい、先日は吉田兄弟がツアーでもって精力的になんていうお話をさせていただきましたが、はい、キキさんもね、はい、兵庫だ名古屋と東京に飽き足らず ね、コンサートやライブ配信行っておりますのでね、はい、ぜひ今年の優勝者白藤さんにご注目いただいて、はい、ネットでも検索していただいてね、お楽しみいただきたいなと、はい、見た目もね、お綺麗な方ですもんね。そうですね。ちなみに準優勝からね、ずっとご紹介しますと、はい、浅草おいわけの矢吹和人くん、はい、朝倉聖輝くん、はい、神山エイトさん、はい、
あ、くんとかさんとかもごめんなさい、ごっちゃになっちゃいますけど、はい、高森彩香さん、はい、加藤雄介さんと、はい、以上ね6位までなんですけども、うん、今日のゲストでね、はい、ゲストというかもう準レギュラーですね、はい、小町くんはなんと7位だったんですよ。惜しかったですね。6位までが決勝戦に行けて、うんうんうん、まあ小町くんはまた来年、もう一回引けたんですよね、うん、そうそう、うん、来年に来たいというところで、はい、でも7位も優秀賞ですから立派ですよね。そうですね、立派ですね、はい、はい、そんな様子は YouTube でまだ拝見できますので、はい、ぜひお楽しみください、はい、それから民謡魂にはこの間ね若手がずらっと出てきて、新鮮でしたね。楽しかったですよね、うんうんうん、本当に楽しかったんですけども、吉木りさの民歌の方にも、はい、先日出演された松坂優希くんや優生くんが10月の11日に出演されるそうです。で10月の4日は前後しますが、先月ご出演いただいた小山豊さんがゲストとなっております。はい、ラジオの方もね若手若手で本当に民謡界の未来が楽しみだな、明るいなといったところでございます、はい、それから豊くんの情報が続きますが、10月9日、はい、本田劇場で山野海さんと、2人の朗読劇が、ね、はい、ね、前回も宣伝させていただいたんですけれども、もう間もなくとなります。そうですね、10月9日、はい、うん、そして10月18日みどりさんご出演ですね。正田ひかりさんとともに、はい、宝塚の民謡を楽しむ会、はい、地元でね、地元でね、はい、やられるんですね。そしてそして10月25日は、はい、じゃん、じゃじゃじゃん、後ほどまたしつこく宣伝してもらいましょうね、はい、10月25日、はい、椿正典さんとお弟子さんであります小町俊太郎くん、はい、それからゲストずらっと豪華なコンサートが、はい、津軽三味線の指定共演ということで ねこれね、はい、富山なんですよ、はい、富山の方ぜひ、はい、お見逃しなく、はい、小町俊太郎さんの地元ですね、はい、はい、行っていただきたいと思います、はい、そして私事になりますが、はい、10月の11日、はい、天才少年と言われて長かったんですが、今や津軽三味線界のプリンスと言われている浅野翔くんと、はい、ライブをさせていただきます。日本伝統芸能集団喜楽座さんからも、あきちゃんとマッキーが、はい、手踊りでね、はい、友情出演してくださいます。とても豪華なライブになると思いますので、はい、10月の11日、はい、町田のまほろ座お待ちしております、はい、ぜひそちらの方にも、はい、ネット配信もございますので、はい、よろしくお願いいたします。ご覧いただければと思います。だんだんこういう情報がね盛りだくさんになってきて嬉しいですね。動きが出てきましたね、うん、動きが、ね、出てきた方が嬉しいですね。嬉しいですね。以上みつなの耳飾りでした。麻生みどりのいろはに民謡、大変お待たせいたしました。これからゲストコーナーに入りたいと思います。はい、本日のゲストは、はい、民謡歌手の木津香織さんなんですけれども、簡単にちょっと三津野さんの方からね、はい、ご紹介させていただこうと思います。簡単でもないですよ。簡単でもないかな、はしょれないんですよ。素晴らしいご活躍で、うん、はい、はい、民謡家木津千峰氏の次女として生まれ、幼少の頃より民謡に親しまれ、三味線を本庄秀太郎氏、鳴り物を山田、鶴君さんに学び、子供の頃よりキング少年少女民謡隊、コロンビア民謡グループジンジン、 NHK 民謡グループトイチンサとしてもご活躍され、現在は和洋さまざまなジャンルの方々とのセッションライブや、市川染五郎さん率いる歌舞伎ネクストアテルイの公演、 NHK 民謡番組題名のない音楽会 CM などにもご出演、また郷土民謡協会青年部の幹部として民謡の復活復旧活動も精力的にこなされています。また千曲峰会会主代行として後進の指導育成にも積極的に取り組まれ、お弟子さんたちとのユニットで地域のイベントや慰問活動、全国各地の公演、ネット配信など、とにかくエネルギッシュなご活動で注目を浴びていらっしゃいます、木津香織さんです。こんばんは。なんかすごいそんな大々的に紹介されちゃって、なんか照れちゃう感じがしました。出づらくなりました。いやね、ほんとほんとすごい出づらくなりました。しかもマスクしてね、うん、なんかとっても可愛いマスクなんですよね。これ自分で作りました。自分で作ったんですか、うんうん、可愛い。あの100均の手ぬぐいで切って、うん、
今日ね、さっきストールもされてたけど、ストールともなんか合ってて、うん、可愛いなと思って。私の分もなんかね何にも出ませんけど、ヒュー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 この柄でいいですか、はい、この柄で。ね、すっかりなんかマスクがね、もう日常に なりましたよね。本当ですよ ね。もう最近皆さんおしゃれなマスクをね、うん、もう売って街でも売ってるじゃないですか。なんかマスク専門店もできたとかってね。できましたよね。めちゃくちゃ高級ななんかこう、なんですか。そうなんだ。うん、スワロフスキー、なんだっけ、いっぱい石がついてるようなスワロフスキーかな。なんかものすごい高いやつ。あ、本当。なんかレースのとかね、いろいろね、うん、あるよね。うん、なかなかそこ。これにダイヤつけていただいて、緑さん、緑ちゃんね。任してください。よろしく。で、キツカールさんなんですけど、はい、もう本当にいろんな活動されてるので、うん、いいね、今日はその活動のね、お話をこの番組の中で聞きたいななんて思ってたんですけども、はい、まあ、三綱さんからも先ほどいろいろ紹介があったと思うんですけれど、はい、本当にね、どれからお話聞こうかなと思うぐらい、いや、もう CM、昨日ライブありまして、昨日本当にね、はい、今ね、はい、いろいろな告知がありましたけど、はい、いろいろやっぱりね、ちょっと始まっていてね、はい、三綱ちゃんも頑張ってください、はい、ね、はい、ね、すごい、はい、なんか昨日やったライブのお話、そう、昨日はね、はい、あの民謡と和太鼓のマリネっていうグループだったんだけれども、はいはい、もうね、やっぱりあの規定のお客さんの半分しか入れられないんですけれども、うん、そうですよね、もうお客さんたちがもう待ってましたとばかりに、見たいですね、もうすごい盛り上がって、よかった、こっちがパワーをもらってるんだなっていうのを改めて感じて、思うとありがたいですよね、民謡できるってことはね、そうですよね、本当に。昨日はね、ストーリー仕立てで、うん、池袋の方のライブハウスだったんだけれども、あの知り合いの、はい、俳優さん女優さんたちに手伝ってもらって、民謡を猫とネズミが、はい、ネズミ、コロナでネズミさんがすごく、はい、あのいじけちゃって元気がなくなっちゃった子をお祭りに連れて行って元気にしようっていうような物語にしちゃって、あ、でもネタバレだねこれね。配信もやってますのでぜひ見てください、はい、スイキャスの方で、そのチャンネルは、うん、ツイキャスの方で、はいはい、やってますので、はいはい、なんか他にもなんかいろいろホームページの方でなんかアップしてます。あ、ホームページの方ね、なんか、うん、あの画像の方、そうですね、あの青年部の方のね、うん、ソーラン節をみんな、はいはい、まず3人から始まって、はい、私だけが歌だったんですけど、そこに津軽ジャムの伴奏の人が加わり、歌の人も加わり、うん、で今キャラクターのタヌミンっていうのがいるので、その子たちもこうキャラクターで動いて、編集全部香織さんがやってる、ね、すごいですよね。それ郷土民謡協会のホームページから見れるんですよね、うん、見えます、ね、見えます、ね、見えます、ね、本当に一人一人なんか3人から始まったのかな、そう、最初、ね、3人から始まって乗船してくれた人をピックアップする形で、はい、あのどん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 増えていくっていう、最初手こぎ船のちっちゃい船から、そうなんです、だんだんそのうち今ほかけ船になって、うん、で今日帰ったらまた、また増えるんですか、はい、またあの編集します、はい、もうね、すごいですね。小田明子さんとかね、そうそう、沢田勝成さんとか、はい、そう、高橋光さんとかね、そうです、そうです、あと光さんじゃないのか今は、いや、こ、こ、高橋光さん、光さんでやってるんです、はい、そうです、うん、そう、もうすごく楽しい、ストーリーがありますね、ね、なんかいろいろやっぱり楽しいですよね、はいはいはい、うん、はい、そう、本当にいろんな活動されてて、うん、あのちょっと前になるんですけども、うん、市川染五郎さん率いる、あの歌舞伎が5年も経つんですか、2015年だったので、うん、そうなんです、あとあの、ね、中村勘九郎さんと七之助さんと、さんすごい今はもう、うん、そうですよ、ね、もうときめく、はい、今の歌舞伎のスターの、はい、皆さんと、そうです、この時はお三味線も弾いてた、この時は全部やりました、はい、太鼓三味線声、はい、やりました、はいはい、でも毎回公演に出てたんですもんね、そうです、ね、うん、1回が、3時間半なので、はい、1日昼夜なので、うん、ミスの中で7時間行っぱなしで、はい、すごいことでしたすごいですよ ね、はい、ね、大阪の方にも前に来られました、松竹座に、ね、はい、座されましたので、ね、行きたかったんですけど行かれなかった、ね、もうつい最近ね、そうそうそう、うん、そう、つい最近ワウワウの方でね放送されたんだけど、映画にも
なったんですか。そう、あの、ね、シネマ歌舞伎にもなってて、はい、なんかシネマ歌舞伎まだ5年も経つのに、はい、割と人気の方、ね、人気があるみたいで、あとこのお話も結構、ね、ドラマチックなお話ですからね。いやもう感動しますよ。民謡やってる人にはぜひね、当てるいっていう、あのその人の存在を知ってほしいですね。東北の、そうそう、そう、道野さん の, あの、ね、師匠の小山先生もその、はい、当てるじゃないですけど、坂の上田村守るとかじゃないけど、そういうそのあのね、その頃のお話をイメージした曲作られてましたよ。そうなんだ。さすが師匠。そうそう、坂の上田村守さんっていうとねぶたに出てくるんですよね。よくねぶたのこういうやつ、それがそうなんだ。そうなんですよ。なるほど、はい、民謡にもだからつながってるんですよね。つながってる、つながってる。あと京都のあるなんか、ね、清水寺とかあの辺とかにもなんか像があったりとか、いろいろゆかりのある土地があるんですよね。じゃあ私あってたんだ。なんかね、そのつなぎに、はい、あのどうしても転換に、2分ぐらいつながなきゃいけないからって言われて、はいはい、でその時だけは表に出たんですけれども、その時にさいぎさいぎほっこんさいぎっていうのを歌ったんですけど、それもバッチリだったんですね。バッチリ合ってます、合ってます。そしたらそれを歌ってる時に、あの今の幸四郎さんですね、はい、染五郎さんがいつも、あのちょっとだけ時間があったので、その最後乗る前に、そのカーテンのこう隙間からこう見てくれてたんですって、はいはい、っていう話を後で聞いて感動したんですけどね、なんか嬉しいですね。そうなんです。でまたカオちゃんの、ね、声って、ね、すごく分かりやすいんですよね。特徴があります。本当、私モノマネはできないんですよ、カオちゃんの声は。いやいやいや、結構いろんな人のモノマネやったりとかするんですけど、でもカオちゃんの、ね、声は、ね、あの鈴木雅夫先生と同じように、モノマネができないの。でやっぱりこの声を聞くとあの分かるんじゃない？ CM で前やってましたよね。入れ歯にクッションコレクトかな。もう放送されてないんじゃないかしら、あれ多分。でもね、もうの声聞いた時に耳に残ってて、あれこれ絶対かおちゃんだと思って、最近はあれですよ、ぐるり音頭、ぐるり音頭あの掛け声させてもらって、ぐるりと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 ぐるり音頭っていうの。24時間テレビ の加藤茶さんとね、んたちがあの実際にはお会いはできてないですけど、増上寺ですかっけ、どっかで なんかやってましたよね。でも曲の中で共演ができたのはすごい嬉しくて、ね、もうドハマりじゃないですか、ね、全員私たちは、ね、世代的に、ね、世代だから、そう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 。なのでね、もうすごいもう感動しましたね。もう民謡さまさまです ね、やってるおかげさまで。最近ね、結構あの世の中の人たち民謡だとか邦楽とか、そういうのに取り組んでる方多くないですか。東野幸治さんが三味線やったのもそうだけど、そうなんだ、嬉しい、嬉しいですね。そうですよ、嬉しい嬉しい、はい、なんかそう、若い人たちっていうのがこう何のあれもないので、私たちの世代って民謡やってること隠さなかったですか、はい、私はすごい、ね、はい、ダサいみたいな感じですごい隠したんだけど、昨日もね、あの終わって片付けてる時にスタッフの一人が、あの花笠音頭って宮城県でしたっけとかって言ってたの。いや山形だよとかって言ったんだけど、でもそうやって興味を持ってくれるっていうことがすごい大事なことだなって。本当本当楽しいから、ね、そうやって覚えて聞いてきてくれるわけだし、すごいそういうことのちっちゃな積み重ねを、あのみんな携わってる人たちが少しずつすることで、その民謡の底上げになるんだなっていうのをね、すごい感じてます、ね。でもお若いお弟子さんもたくさんいるじゃないですか。いや、おかげさまで、あのみんなね、あの先生が頼りないので、サポートしなくちゃと思って、ね、頑張ってくれてます。いろんなことを、あの香織さんがやるので、多分楽しくてワクワクするんじゃないですか。いやいやいや、もうなんかもう、もう無理ばっかりされて大変みたいですけど、いやでもみんなで楽しもうっていうことが私の中での柱なので、いいことですよね。そう、ついアートにエールを、そう、それもね、あの民謡業界の中ではもういち早くアートにエールをの動画配信されたんですよね。アートにエールも出ました、はい、それはもうザ、あのキツカオリとザ民謡っていうことで、定期的に公演されてますよね。ライブもやってる、今力を入れてるんですけど、結構続いてますけど、何回続いてるんですか今。もう4年
5年に、ね、5年近くになる、ね、4年ですね、4年ですね。ね、そう、でも年間何回もやってたじゃないですか。でも年間3回か4回かなっていう、そう、いろんなことをね。そう、民謡じゃない方と組んでらっしゃいますもんね、これはね。うん、そうですね、うん、すごい楽しいです。民謡がいろんな、もう2人がすごいので、ちょっと民族楽器的なものを使われたりとか、そうなんです、いろんな、うん、国に連れてってくれるっていうか、それに触発されて私もいろんな民謡の、うん、いろんな 花が開いてくるっていうか自分の中でね。いやでもこれはこうかっちりとやってないので、はい、すごく絶対に賛否両論あるなっていうのはもう自分で分かっていて、そうですか、いるんだけれども、もう民謡の型っていうのを全部取っ払った上でやってるので、取っ払った時に何かが生まれるかなっていう、そういうものなので賛否両論はあると思いますけれども、うん、これからの形かなっていうふうに私は信じて、これからも続けていきます。民謡自体もそもそも結構口伝えとか口伝されてきたもので、うん、人によって歌い方が違うっていうのがほとんどで、うん、こうじゃないといけないっていうのは多分ないと思うんですよね、うんうん、でもね、一時はやっぱりそういう形を作るっていうことで普及にすごく貢献できたことだと思うんだけれども、ね、うん、これからはそれがまた崩れていくっていうのと、またオープンになっていって、また新しい形に生まれ変わるんですかね、生まれ変わるかなっていうふうなことを思ってますね。ちょっとね、規制がありすぎるとね、ちょっと肩が苦しくなりますよ、その縛られてるのを解放するっていう感じでね、うん、ね、うん、でも民謡のね、生徒さんたちもみんな大会がなくなっちゃったので、今年はね、そう、つまんないじゃないですか、本当に出るところがないから、発表する場がないから ね、つまらないって。そうで、うちの竹霊会は、うん、今度は映像に残すおさらい会をやったんです、うん、でそれに目指してみんな一生懸命お稽古したし、そう、それを編集、私また1年年末までにずっとかけてお正月に見てもらおうぐらいなちょっと勢いでね編集するんですけど、私がいつもお世話になってるライブハウスで、はい、密にならないように、はいはい、みんなに来てもらって、うん、演奏だけしてすぐ帰る、帰ってもらってまた次の人、はい、帰るっていう感じしてね、そんな風なやり、すごいですね。民謡もいろんなやり方があるかなっていう風に、いろんなチャレンジをちょっとしています。そう、パソコン詳しいんですよ、結構詳しくもない、ね、詳しくないんだけど、なんかをやりたいっていう興味はいっぱいある方なので、ね、ただそれだけですね。昔教えに来てもらいましたもんね。懐かしいですね。先生のところにね、先生がまだ Windows 95とかそのぐらいの時代ですよ。懐かしいね。そう、ホームページ先生作るって言うんで、ちょっとカオちゃんに来てもらって、ちょっと教えてもらって、ね、そうだったね。ね、やったよね。ね、ありがとうございました。いいえ、とんでもないです。お役に立てて。そうですよ。ちょっとここでメッセージいただいてるのでご紹介したいと思います。はい、いくつかいただいてるんですけども、はい、じゃあまずは今夜は中秋の名月。綺麗に見られるといいですねと、長野県の倉島さんからなんですが、はい、1年前の今月は、台風19号が日本各地に大被害を出して、河川の増水による決壊や氾濫、家屋への浸水などさまざまな災害をもたらしました。今年は台風の災害がないことを祈るばかりです。避難となった場合、コロナのことが懸念されます。10月12日、13日は皆さんそれぞれどのような思いで過ごされるのでしょうかということでございます。ね、確かにそうですね。うん、そしてね、倉島さんもう1枚いただいてるんですよ。暑いと言っていた夏もいつの間にか朝晩めっきり涼しくなって、秋を感じる季節となりました。オラホーの、オラホーのっていうんですね、オラホーの田んぼでは稲刈りが終わり、あちらこちらでは稲のはぜかけが見られます。はぜかけを見ると宮城県の秋の山歌を思い浮かんできます、うん、また9月は初めに毎年行われている八尾の祭り風の盆、ね、210日になると風が涼しくなってくるはずですが、今年は猛暑加えてコロナ騒ぎでお祭りができない状況、今年は本当に異常ですね。なんとかこの嫌な流れが収まってほしいものと感じています、はい、さて民謡メドレー、今日は東京都民の日だそうですね。そうですね、東京都はね、ということはお江戸の歌ですかいな。そう、伝年万年あれどこの言葉ですか生歌リクエストは豊島餅つき歌、
大森甚句、大島あんこ節、大東京音頭、東京音頭などをよろしくお願いしますということです。はい、じゃあお楽しみにお待ちください入ってるかな、はい、そして今日のゲスト、木津香織様、ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いろいろな方とのコラボレーションや動画配信、そして民謡を革新していらっしゃいます。ご活躍とても素晴らしいですね、うん、はい、そんな木津香織さんに質問と来てます。はい。1、好きな食べ物、飲み物は？好きな食べ物、最近ですねちょっと食生活を見直していて、はい、菌をよく食べるようにしてます。菌、あのキノコだとか納豆とか、そうそう、納豆とかヨーグルトとか、はいはい、塩麹にして、醤油も醤油麹にしてたりとか、うん、それはすごく気をつけてるかな。あとお酢もいっぱい飲み、はいはい、するようにしてたりとか、うん、ナッツもいっぱい食べようと思ってたりとか、ね、いいですね、そんな風にしてるかな、はい、なるほど、そっか。好きな食べ物って言ったらもう本当にこうガッツが出るようなものが大好きですねお肉とかこってりものみたいなね、うん、そうそうそう、でもそれを見直そうと今努力をしているところです、うん、好きなものも食べつつ、そう、食べつつ、ね、そう、たくさん食べないようにね、そうそうそう、うん、量を控えなきゃね、はい、そうですね、で自分に言い聞かせてますはい、そしてそしてブラブラ散歩で行ってみたいところは、うーんって考えたことないんだけど、行きたいところはそうだな、うちの子のきちゃん連れてちょっと、お気に入りの場所に、ね、お散歩にゆっくり ねちょっと行きたいかなってちょっと思うかな、めちゃくちゃ可愛い、これなく愛してらっしゃいますもんね、ベロベロですね愛犬のきちゃん、はい、黒柴ちゃんです、うん、そして、3番目は一番大好きな民謡はということで、大好きな民謡、大好きな民謡、マニュアク寺泊おけさ一番好きかなと思うんだけどね、うん、もういろんなおけさ歌ってらっしゃいますもん ね、 いやね、ご両親が新潟なんでしたっけ、いや、父だけですね、お父さんだけが新潟、はいはいはい、神奈川と新潟のハーフ、ハーフで、ね、新潟の民謡をよくたくさん歌ってらっしゃるんですね、新潟のイメージ強いですね、強い強い強い、はい、あ、そう、強いですってね、新潟のイメージが強いですって、うん、倉島さんもここに書かれてます、はい、そこで今日はキツ様へのリクエストといたしまして、はい、佐渡おけさ、おけさメドレー、十日町小唄、いやもろ甚句をお願いしたいと思います。めっちゃ多いじゃないですか、ね、あ、もうやってください、佐渡へ、佐渡へ、これメドレーで歌うんです。草木をなびくよ、ありゃありゃありゃさ、佐渡はいよいかすみよいか、ありゃさ、2曲目何ですか、どん、2曲目、十日町小唄です。タンタ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 ラタンタン、越後名物数数あれど、明石チヂミに雪の肌、来たら話せぬ味の良さ、でもさ、でもそうじゃないか、でもそうじゃないか、タラタンタラタンタラタン、でんでん、おらがや若い時、弥彦参りをしたればな、なじょが見つけてよりなれと言ったども、かかがいたれば返
字がならぬ。終わり？いいですね。終わり？終わり？いいですね。よかった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 。いやー、よかったよかった。いやいや。サービス精神が旺盛です。ありがとうございました。倉島さんいかがでしたでしょうか。倉島さん。もう一ついってみますか。はい、どうぞどうぞ。はい、ペンネームシナモンさん。あれほど暑かったのが嘘のようにすっかり秋も深まってきましたね。今日のゲストの木津香織さんへ質問させてください。民謡以外での趣味というかお好きなこと、例えばお料理とかガーデニングとか、ぜひお聞かせください。それはなぜかというのも聞きたいですということで、理由も述べようと固まっちゃうよね。もう本当に時間がないので、ずっと駆け足してるから、民謡以外なこと趣味持ちたいですね、でもパソコンは嫌いではないですね。電化製品は嫌いじゃないですね。そうそう、結構またこれ買いましたって結構アップされてますもんね。物が好きなので買っちゃうんですね。で それでも買って、それをこう使いこなすまでがまた大変じゃないですか。はい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 、ね、なかなかね、うん、趣味を来年は持ちたいと思います。民謡が趣味ということですね。じゃあ、ね、あ、そういうことか、ねね、そうですね。そうそうそう、あ、もうそうなんです、もう、はい、うん、はい、なるほど、ごめんなさい、ちゃんとした答えならなくて大丈夫ですよね。シナモンさん、そしてね、リクエストもいただいてるんです、はい、津軽ジンクお願いしますということです。タタン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 見れば田の中いやよくも出る。はい、はい、とありがとうございます。もっともっと聞きたい。すいません、無理くり。いえいえ、ありがとうございます。本当にね、もっともっと聞きたいんですけれども、はい、時間もあんまりね、その限られてはいるので、はいはい、あと香里さんの方から今後の活動についてちょっと皆さんにちょっとお知らせしておきたいなっていうようなこととかありますか。あ、なんかこう今月、先月からずっと講習会もされてますよね。あ、そうなんです、そうなんです、はい、はい、あの千葉県の方なんですけれども、はい、歌ってみよう民謡講座っていうのをやっておりまして、はい、今度の明後日ですね、の3日の日と、はい、あとあの24日の日なんですけれども、はい、それが、まだお席はあります、2回になってしまいますけれども、はい、九十九里大漁木遣り歌と、はい、もう一曲は花がサウンドになります。花がサウンド、はい、はい、それをやってます。なんとそれを、受けた人は、はい、私たちのグループ、あの四人衆というのがあるんですけれども、はい、それのコンサートに、はい、の前歌としてそこで舞台で歌が歌えるんです。山中信人さんと羽生三夫さんの三味線に乗せて、そうなんですよ、そうですよ、そうなんですよ。羽生三夫さんっていうのは、あの東野浩二さんがね、これがやりたいんだって言って、あの、うん、細川隆さんの映像で流れてたんですよ、うんうん、その時に三味線弾いてた方が羽生さんです。そうでしたね。そうなんです。それそうです。だ、千葉県の方ぜひ来てください。うんうん、ごめんなさい。10月3日。そうですね。民謡講座。はい、はい、はい。それがあると、あ、10月31日のコンサートです。10月31日にコンサートが、あと2回まだ講義がありますから、はい、まだ覚えられるので、青葉の森公園芸術文化センターという、そこに問い合わせをしてもらえれば、はい、そうです、多分あの講座申し込めますよね、はい、青葉の森公園芸術文化センターです、はい、ぜひそちらの方で、はい、参加していただいて舞台に上がっていただければなと思いますので、はいはいはい、そうなんです。舞台に上がりたいからっつって横浜の私の生徒さんも参加したりとかしてるんです。先生、そんな参加もいいですかと、どうぞって、うん、でも参加したい方はぜひ参加してほしいですね。はい、うん、はい、そう、皆さん結構ね、行くところなくて、民謡定席も今お休みになってるので、そうですね、先月私も講習会民謡させていただいたんですよ、葛飾区で、うん、その方も民謡定席毎回見に行ってるんだけれ ど、ね、見に行くところがなくなっちゃったから参加しましたとか、そうだよね、参加してくれましたけど、もうどんどんあったらね、皆さん参加してください、うん、それじゃないとあんまり、あのちゃんとこう注意をしながらお出かけすれば、そうそうそう、うん、じゃないとあんまり我慢してると
あの心が病気になりますよね。そう、それが一番怖いです、はいはい、生の歌声、生の演奏、元気出ますね。本当ですよ、もうみんなね、音楽は浄化になりますので、そうですね、はいね、はい、ぜひお出かけください。 お出かけいただければと思います、はい、で、キツカオリさん、いろんなあのホームページの方でも、はい、いろいろ情報アップされますよね、はい、ブログとか SNS、はい、いっぱいやってらっしゃるじゃないですか、はい、でそちらの方でぜひ皆さんチェックいただきまして、はい、あのネット配信でなんかチケット買って動画が見れるっていうのもなんかありましたよね、はい、昨日やったのが、まだあの10月14日まで配信がありますので、ね、有料になってしまいますけれども、はい、なんかでも1000円ぐらいとか、あれはね2000円だったかな、1000か2000とか、はい、そんなぐらいですよね、割安になってます、何回でも見れるんですよ、はいはい、なのでぜひそちら購入いただいて、はい、動画の方もご家族で見てもらえばね、うん、みんなで見れますので、割安になります、はい、はい、確かに、はい、ご覧いただければななんて思います、はい、もっともっとお話聞いていたいんですけれども、時間の方がねすいません、来たようなんですけれども、ありがとうございます、ちょっと女子会のように、はい、女子会のようでありがとうございました。はい、ぜひまた、はい、お二人も頑張ってください。ありがとうございます。またスタジオの方にもまた来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のゲストは新岡市のキツカオリさんでした。ありがとうございました。イエーイ。生歌ありがとうございました。ありがとうございます。緑のいろはにみーよー、緑とみつなの全国のみーよーを歌ってみーよー、ということでこのコーナーの第4弾になるんですけれども、今日がね東京都民の日ということですので、はい、東京都のいろはなみーよーを歌ってみーよーと思っております。今回、小町俊太郎さんはね知らない曲がいっぱいあったんですよ。結構大変だったと思うんですけども、頑張って勉強してくれました。ありがとうございます。温かい心で皆さん応援してあげていただきたいと思います。その前に小町俊太郎さんから告知がありますので、はい、はい、ありがとうございます。ここでじゃあ簡単にちょっと宣伝の方させていただきたいと思います、はい、先ほどみどりさんとみつなさんからもご紹介いただきましたが、はい、今月の25日ですね、はい、指定共演と題しまして、私の生まれのふるさとでございます、はい、富山県の高岡市の高岡文化ホールで指定共演コンサートをやらさせていただきたいと思います、はい、会場の方が2時となっておりまして、開演が2時半となっております。全席自由の3000円となっておりまして、チケットのお問い合わせが0801098-6312となっております。皆様お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、富山の皆さん行ってください。何も東京からでもいいんですよ。GoTo 利用ちょうどGoToキャンペーン使っていただいていいんじゃないですか。美味しいもの食べてね、はいはい、演奏を聞いていただければなと思います。ということで俊太郎さんもこれから今準備していただいて、はい、まず1曲目なんですけれども、今日もね時間の限り歌いたいと思いますが、うん、はい、ヤクルトスワローズの応援歌っていうと、はい、もう皆さんよくご存知、もう東京といえばこの民謡ぐらいしか普通浮かばないんですよ。多分そうですよね。緑さんはもうすごいですけどね。そんなことないですよ、盆踊りでおなじみのこの曲からいきたいと思います、はい、東京音頭からです。あっ
さんと金沢明子さんのデュエットでヒットした盆踊り歌、大東京音頭です。心に咲き残る東京、東京、大東京、咲いて咲かせていつまでも、それいつまでも。くるり棒で麦の穂を打つ時の作業歌、武蔵野麦打ち歌です。十七八の麦打ちはほいほいほい、くるり棒がぽっきりと折れるかも、続いては東京都豊島区に伝わる民謡です。小沢千月さんが発掘されました豊島餅つき歌です。やれめでたない、めでたの重なるこら時は、でメドレーで ねやっていきいかないと時間がね限られているの で、はい、さあ続いてはねジンクをね続けて、ジンクメドレーもみどりさんにお任せしちゃいます。はい、はい、聞いたことのない曲いっぱいあると思います、はい、お楽しみいただきたいと思います。はい、はい、煮あがりジンクの流れを組む民謡なんですけれども、うん、千住武士というあの、はい、隅田川とか、はい、あの荒川とか、うん、中川とかね、その辺で活動されてた船頭さんたちがよく歌ってた民謡がお座敷に入りまして、はい、千住ジンクになりました、うん、はい、そちらからいきたいと思います。はい、羽室市に伝わる民謡、羽村ジンクです。はー、羽村よいとこ、玉川抱いて、はい、関の桜も紅を刺す、こらこら、続きましては調布の札御宿に伝わる民謡で御宿ジンク、しっとりとした民謡が続きます。御宿ジンクです。はい、
かつて海苔の名産地でした。そんな大森に伝わる民謡、大森ジンク。1935年に西条八十作詞、中山新平作曲により生まれた新民謡、東京ジンクです。老けてきてくる東京駅はよ、誰が涙で諸行為の恋の立つのやら、東京の空でぼたもちを投げた、どちらへ投げた、はめちゃくちゃに投げた、ということでジンクをメドレーでお聞きいただきました、ねね、東京にもこんなにたくさんいい歌あるんです ね、まだまだ本当はあるんですよ。本当ですか。東京の民謡を歌い継ぐ会っていう、うん、あの会を発足されてる方がいろんなこう埋もれた民謡を発掘されていって、はい、もう本当にねもう何百とあるんじゃないですかね、はい、村松先生とか、はい、京極先生が、ね、はい、そうされてるんですけれども、はい、まあ、そこまではちょっと無理なんで、うん、はい、で、はい、続々歌っていきたいと思います。はい、続いては、ね、伊豆諸島に伝わる民謡をお聞きいただこうと思います。かすりの着物に前掛けをして頭に手ぬぐいをかぶったあんこ、うん、あの娘ですね、うんうん、の姿を思い浮かべながら聞いていただければと思います。はい、椿で有名な島の民謡、大島あんこ節です。空つばき花
さて続きましては東京都の無形文化財に指定されている八丈島の郷土芸能、別名八丈節、八丈しょめ節です。いやさあ、続いては神津島に伝わる民謡をお聴きいただこうかと思います。この歌もとってもね、情緒のある曲で、私も大好きな曲なんですけれども、いい、ね、小山光さんに歌っていただきます。神津節です。島唄ってなんかこうちょっとこう揺れてる感じのこう雰囲気がいい感じですよね。そうですね、はい、じゃあもうちょっと頑張りましょうかね、はいはい、続いてなんですけれども、はい、いっちゃ節ですね。いっちゃいますか。いっちゃ節いっちゃいましょうか、はいはい、東京の民謡を歌い継ぐ会の京極和江さんが NHK ラジオで歌われたことで ね、はい、有名でございます。そうなんですよ。いっちゃ節っていうと千葉に、うん、いっちゃ節とかいっちゃいっちゃ節とかっていうのが千葉が有名なんですけれども、うん、東京にもあるんだって私その時思ったんですよね。いちゃいちゃするいっちゃ、ね、違うと思います。お祭りがみこしかつ、みこしを担いだりこう出汁を担いだり皆さんではいいっちゃいっちゃいっちゃレッドとかって歌ってらっしゃいましたよ。なんか千葉とかはね、いちゃいちゃとはちょっと違う、かけ離れた感じでしたね。いちゃいちゃ節じゃなくていっちゃいちゃちっちゃいツー入れてくるんですね。威勢のいい感じですね。はい、わかりました。じゃあ威勢よくお囃子したいと思います。はい、はい、それでは行きましょう。はい、またもう泣かせる、またいっちゃさと明けがらしない、八丈太鼓の合間に歌われる太鼓節に三味線をつけた曲、八丈太鼓囃子です。はい、
そうですね、葛飾区の民謡を歌いたいと思います。葛飾に参りましょう。都東京はね、ここから開けて夢も覚めます。江戸が笑いん、さあさあ葛飾一度はおいで、藤を招いてつくばを呼んで、ありがとうございました。ありがとうございました。最後失礼しました。最後前奏ごめんなさい、失礼しました。失礼しました。ありがとうございました。そう、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張りましたね。浅草相分けさんでね、葛飾運動なんてね言われたらもう、パッと弾けますね。弾けますね。めっちゃ嬉しいとかね。そう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 。東京の民謡何でも弾いてくださいって感じですよね。民謡酒場ね、お岩家さんだとこう ねお客様がこれ歌いたいっていうの結構あると思うので、そうね、はい、ね、ありますね。この番組で葛飾運動弾けますね。はい、頑張っていただければと思います。またね、今月末のコンサート頑張っていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということでお送りしてまいりましたが、時間が来たようでございます。阿蘇緑の色ハニミはまた YouTube で真下以降流れますので、そちらの方もご覧いただければと思います。はい、それでですね、来月の阿蘇緑のいろはに民謡なんですが、11月の5日木曜日夕方6時からお送りしてまいります。はい、ゲストなんですけれども、はい、津軽三味線奏者、違います、じゃないや、 NHK でおなじみ若手リーダーの民謡歌手の剣持雄介さんです。あら、それ知らなかった。はい、剣持くん待ってます。はい、ここには来れないので、あのちょっとリモートしてもらいます。リモートでね、名古屋ですもんね。名古屋なのでね、はい、素晴らしいご活躍してますね。ということで、また来月また皆さんに第一木曜日夕方6時からお耳にかかりたいなと思っております。うん、はい、朝晩の気温の差が激しくなりましたので、皆さん健康にはくれぐれも お気をつけいただいて、ね、行楽の秋、味覚の秋を満喫していただければと思います。はい、進行は私麻生みどりと小山光菜でした。ありがとうございました。麻生、はい、最後に小牧俊太郎君をご紹介します。それではさようなら。さようなら。また来月。人々